皆さんこんばんは。11月21日月曜日、317回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝からどんよりしたちょっと曇り空な天気でございました。今日のゲストをご紹介いたします。8月11日木曜日なんですが、松本市総合体育館でですね、第4回中学生、サイエンスグランプリ、それと科学の甲子園ジュニアの長野県大会の予選に、科学部としてですね出場いたしまして、見事に優勝し、長野県代表に選ばれて、この12月に全国大会に出場すると言われます真っ白中学校科学部2年生6名と、同顧問の伊藤先生、伊藤徳次先生ですけれども、今日はよろしくお願いいたします。さて皆さんですね、ご紹介しますけれど、2チームなんか出たということなので、1チームのですね、牛木大輔さん、どなた、手こういうふうにやってる、はい、それからね、堤とは、はい、続いて百瀬浩一郎、はい、それから2チーム目のメンバー、尾本智弘、はい、それから、部長であります久保浩太、はい、それから山岸浩輝君、はい、よろしくお願いします。一応この2チームで出場されたという形なんですね。そうしましたらですね、松代中学校、ね、要覧という形であるんですけども、長野市立松代中学校ということですね。はい、今回これで出場いたしましたということです。この科学部の、まあ、伊藤先生ですけども、教師になって何年ぐらいで足るんですかね。約35年になります。35年。もうこの科学部の担当になられていますけど、何をしているか。科学部というのは、はい、物理とか科学、生物、地学といった理科のことに関して、うん、はい、いろいろ調べたりとか、はい、研究したいということを行っている、はい、ところです。あ、そうです。はいはい、これ今中学で の他の部っていうのがありますね。はい、どうですかね。どこに合わせていっていただいた。あ、ここだね。はい。これ見ると文学部が10あって、はい、文化部はその科学部入れて4っていう感じですね。はい。あとこれ伊藤先生、中学サイエンスグランプリっていうのはどういう大会なんですかね。まあこの間先生の方でもありますけども、輝きっていう形でこういうのでね、学校の中で新聞みたいなの出して、優勝、県大会に決まりましたよみたいな形がね、あれですね、発表されましたけど、どういうか、あれなんですかね。ここに科学の甲子園ジュニア全国大会となりまして、はいはいはい、その長野県版がそのサイエンスグランプリという大会なんです。結局は同じです。同じなんですね。はい、なんですかね。同じものであって、主催は全然どこになるんですかね。ですね、ちょっと長いんですけれど、うん、国立研究開発法人、はい、科学技術振興機構というところが、はい、主催をしています、はい、で長野県は、県の教育委員会が主催をしています。なるほどね。これ今回出た出場するって何校ぐらいですか。ですね、長野県で、はい、13校ですが、はい、1校から何チームでも参加できますので、全部で32チーム本校を含めて参加しています。本校は1チームです。結構あれですかね、体育館で何か先生やられるとかなとかおっしゃったんだけど、その実技だけなんですか、それとも何か他のこともやられるんですか。実技はやっぱり体育館みたいな広いところでないとできないので、うん、体育館でやったんですが、筆記競技というのは、そちらは別室で、やられる。これはもう全員参加ですか。全員参加です。全員参加。はい、でそれトータルして何点ってやるんですか。そうですね、で筆記の方は6人全員で、はい、いろいろ相談をしながら回答を出してくれる。それは課題は何で、当日
当日です、はい、だからそこ行くまでどんな課題が出るかは分からない。うん、これでも何回ぐらいだとおっしゃったんですかね。今回が4回目、4回目なんですね、はい、で前回も何か出たとおっしゃいましたね。はい、前回そういう案内がありまして、今いる彼らのちょうど1年生今の3年生が、うん、ぜひ参加したいということで参加をしました。なるほどね、はい、これ参加するのに、まあ、先生この部長に話をしたりとかってやっぱりあると思いますけど、ね、その時じゃ部長に聞くかね、うん、その時聞いた時どうでした。まあ、その文化部っていうのはその文化祭とかそういう目標しかないので、うん、一つの目標としてそのサイエンスグランプリに出場するのもいいのかなと思いました。うん、あ、そう。でそれどうしたですか。それ自分で思う、そういう思いがあった。うん、でそういう時にその部員の人にみんなでこう話するっていう話じゃないですか。はい、うん、でそういう話 しました。しました。うん、でどんな感じでした。参加したいって人はそこまでいなかった。いや、これ小さいですね。はい、参加したいって人はそこまでいません。今いなかった、はい、そうですか。意欲的な人は、はい、いなかった。あ、そうですか。じゃあ、小俣君は今ですかね。その通り、今日部長から聞いたと、なんかちゃうね。小俣君、うん、から言われた時も、うん、正直でも部長に、言われる前は自信もなかったんですけど、うん、部長に、まあ、思い込まれて、うん、まあ、自信になりました。あ、やる気になった、はい、はい、じゃあ、あれだね、山石君はどうですか。ちょっと大きめに言ってくれ。僕は去年も出るとか言いつつ用事があって出れなくて、ね、今回出れるってなったのは嬉しいですね。嬉しかった。あ、そう。それよかった。じゃあ、百瀬くんはどうですか。まあ、大会に出ることが決まるまでは、まあ、そんなすごいある力じゃなくて、まあ、出るとなったら、まあ、やろうって感じで。うん。なるほど。終わりました。あと、今聞かなかった。牛くんだ。どう話聞いたとき正直自信がなかった。自信がなかった、うん、けどでも、まあ、自分たちの力を合わせて、うん、あ、挑戦しようって感じが、はい、ね、よかったね、うん、ね、挑戦しよう、あと堤君はどう。あ、もう僕はもう絶対にないと思ったんですけど、なんか絶対にないと思ったんですけど、うん、まあ、強制だったり、うん、そうだったの。そうなんです、でもみんなじゃあ、いろいろな あれがあったけれど、まあ、部長に引き連られているっていう感じだったね。一つにまとまったってことか、うん、でその時先生どうですかね。こう、うまくまとめてっていうか。いや、私もね、そこら辺の事情まであんまり細かいことはわからないんですが、でももう行くと決まったらぜひ行って、うんうんうん、なんか頑張りたいということでみんなまとまってたと思います、うん、あ、なるほどね。あ、そういう意味では良かったですね、うん、なるほどね。あと、やっぱりこれ先生きっかけ作りってやっぱりあるじゃないですか。その参加するためがどの子のってのがあって、その子供さんというか生徒さんに説明するときってどういうあれですか。私というのはやっぱり去年の先輩が言った話を聞いて、うんうん、まあ、こんなだったよっていうことを聞いて、まあ、多分僕に中心に、うん、まあ、ぜひやってみようというふうになったと思う、うん、きっかけっていうのはそういうことかなと。あ、そういうことね。でも実際参加してどうですかね。まあ、今までか自分で考えてたのとの違いっていうのは部長としてどうですか。その、うん、引きとかその実技の問題がやっぱ難しいなっていうか、その学校でやるようなテストの問題とかとは全く違うなって思いました、うん、中身的なものちょっとなんか私らに分かるぐらいななんかあればどういうあれなの。まあ、問題としてはその学校に習うような問題なんですけど、その応用問題なんで、うん、そのなんか難しい
感じ、はい、難しかったです。それは何、あのずっと一人でやるの、それともみんなでこうやって話し合えても OK なの？あ、筆記はその話し合い6人でやって OK、うん、6人で OK なの、はい、なるほどね。それどうですか、みんなこうやって やった時の感じって、一人一人こうやってたとか、あの相談しながら、時間的にはどのくらい？70分でした。うん、それであのちょうど中らで終わる？いや、結構難しかったんで、まあ、ちょっと頑張りました。なるほど。あとそういったそのあと他の技術的なものって何ていうの、同じ体育館で何かじゃそういうものがある、だから全員でやるの、あのその他のチームは、それはその、うん、その6人の中の3人と3人が分かれて、うんうん、あ、2チームでやる、うん、で2つ作る、なんていうの、他のチームも一緒に同じ場所でやるんですか？あ、はい、そうです。で審査はどうされるの？審査はなんていうんですか、何秒間飛べたかっていうのがポイントになって、うんうん、それで落ちたらまあその計測が終了するみたいな。あ、それ今回ってさ、どういうあれだったんですか？飛行機とかどこ落ちるのかなってことをする、まあ、その竹トンボみたいな感じですかね。はい、まあ、それじゃあその3人でやって、みんなで同じように飛ばすの？はい、はい、で6じゃあ それが一応優秀でっていうか、全国長野県代表で全国大会行くっていうことになったの。なるほどね。まああのあれですかね、これ伊藤先生、あの、まあ、いろいろこれ大会で優勝して県大会も出るとかっていう話になって、まあ、一応今回もこういう形で、ね、市民新聞さんにもバーンって大きいやつで出ましたけど、ね、反響ってどうですか？反響はすごいですね。すごいです。あのもう学校の中でも、うん、よく頑張ったっていうことで、ね、ああ、どう、あの部長の方としてどう、なんか、うん、皆さんどう、仲間うちでこうやって新聞に載ったりなんかした時、反応ってどう、おい、よくやったねとかって聞く、どうですか？一言ずつみんな。あ、結構そのクラスの人に言われたりしました、出てましたね、出てたねって、うん、なるほどね。いやでもみんなおとなしいね。これおとなしいからいいかね。違う。ちょっともっと喋ってくれるかなと思ったんだけど、みんな静かにしてるんですよ。普通もっと喋るよね、うん。だからまあこれ今度はね、一応まあこれあのなんていうんですかね、12月に行くような形になるんだけども、今はどういう形をやってるんですか？今はその先にその実技の問題を、うん。うん、出されているので、うん、その実技の取り組みをしている。してる。はい。これもあのみんな独自でやってるの、それともチームっていうかその6人全員でこうやってやるんですか？まあ、一応アイデアは6人出しますけど、うん、その制作班っていうのがあって、うん、その制作班は3人だけなんで、うん、まあ、あ、今回行くとき、今度やるときは3人だけなの？で、他にも2つその実技があるので、うん、そのそういう物理の制作班と、うん、その科学系のなんか実験の実験班があるので、うんうん、まあ、それで分かれる感じです。あ、なるほど。それは当日行ってみなきゃ分かんないと。はい、その実験の方は、実験の方の課題はまだ分からないです。分からない。面白そうだね、はい、なんか大丈夫かなね、分かりました。まあ、あとこれからですね、まあ、これチームごとにみんなやね、なんとかやって頑張っていただきたいんですけども、やっぱりあのこれ12月に向けて今毎日ね、これテストもあって、あ、飛沫の、あ、飛沫のテストもあって、引きのテストもある。はい、飛沫のテストは今週の今週末、学校の話です。あの学校の話だよ、うん、それはみんな勉強やってんの？はい、やってます。はい、じゃあそれ終わってからじゃあ12月のまで課題に向けてまたやるって形ですね。はい、はいはい、まあ、ほんのちょっとしかちょっとあの今日聞けなかったけど、まあ、あの皆さん頑張ってね、風邪ひかないように12月には全員ね、一緒にやっていただけるような形で頑張っていただければいいかなと思います。まあ、先生も引率で行かれるんですね。そうですね、はい、はい、じゃあ、まあまあ、あの優勝に向けてね、頑張っていただきたいと思います。じゃあ最後に頑張るぞで終わり返りしたいと思いますね。じゃあせーの、頑張るぞ。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、三田さん、はい、お疲れ様でした。いや、今日マイクないからね、ちょっと、ね、やりづらいもうちょっと、でね、うん、いや、やっぱりね、生放送もいいね。生放送は素晴らしい。マイクなくても大丈夫だもんね。緊張してるじゃないですか。そうそうね、生放送、うん、まあそういうことで ね、はい、ということで、はい、予告じゃない、お知らせ、お知らせね、はい、26日、最終土曜日、はい、いいね、はい、はい、真っ白学校の最終最終回、はい、ね、アップ、はい、はい、特売です、はい、ね、こういう形で、ね、はい、またちょっと真っ白公民館で行います。はい、はい、ぜひ、はい、ご参加いただければいいかなというふうに思います、はい、よろしくお願いします、お願いします。はい、じゃあいいですね、はい、で皆さん来週は、来週はね、はい、私は中村さん、あ、私、あ、ちょっとアップで、はい、はい、で先ほどねこのカンペ持ってるけど、さっきね、うん、この原稿来たとか、そう読んじゃうね、いや、読まない方がいい、読まない方がいい、頭入ってないんだから、いい、あの、さらっと投げて、あ、さらっと投げて、はいはい、防災について、うん、あと分からない、これあるじゃないですか、テーブ、あ、そう、火災のない、火災のない、俺は言うね、はい、火災のない下を目指す、うん、ということでね、うん、ちょっと読ませて、うん、ね、ここにね、うん、比叡の長引き、笑わせないでください、比叡の挑戦で、うん、火災をなくすために日々頑張っている、うん、そういうことをお話しいただくの、うん、防災会社の社長さんなの、あ、そうです、うん、でね、あの先週じゃねえや先月か、うん、あのね、長野市南長野運動公園で、うん、全国消防総合、あ、知ってた、ありました、ありました、うん、このね、そのポンプを作った人なの、うん、その人がね社長で、うん、来てくれてね、そこら辺の話もしてくれるん、うん、あ、そうですか、うん、でさっきもらったところなんでね、うん、印つけたけど、ね、メーカーするんでよく見えないんで、あ、了解です。それはね、じゃあ当日ね、そう、はい、来週ね、おしゃべりね、はい、おしゃべりでね、しゃべくりします、しゃべくりますよ、しゃべくりもやりたいと思いますんでね、はい、はい、じゃあちょっと楽しみで、ね、はい、ね、はい、よろしくお願いします。いや、今日ね、うん、ちょっとね、最後に一言言わなきゃいけないんだけど、うん、生放送ね、ちょっと機械の故障でね、うん、ちょっと遅れちゃったんですよ、うん、録画だからね、うん、その録画はずっと出てるんだけど、生放送見ていただいた方ね、うん、ちょっとね、30分ぐらい遅れちゃってね、申し訳ありませんでした。すいません、ね、生放送の醍醐味でございますんで、うん、はい、まあ、来週はお楽しみでね、はい、来週のしゃべくりマッシュロー、どうぞお楽しみに、はい、お願いします。